最後に皆様にお話しいただきますのは、今日の週末の夜にもかかわらず多数の皆様ご来場いただいていますので、自由に最後それぞれの思い、主張というものをお話しいただければと思っております。でですね、ここでこの最後の主張をいただく際に2つ注意点がございます。1つ目はご来場の皆様に、すみません、今までですね、拍手とかもしないでくださいという形でだいぶ窮屈な思いさせてしまったんですけども、このテーマだけは発言が終わった後、終わった後に拍手をしていただくということを、認めさせていただければと思います。で続きまして、お話しいただく出演者の皆様へのお願いなんですが、まだ選挙始まっておりませんので、くれぐれも投票依頼と公職選挙法に触れるようなことはしないように、ご配慮いただければと思います。でこの最後の主張はですね、皆様にそれぞれ3分ずつお時間をお渡しをいたします。この3分間のお時間で、それぞれ最後の主張というものをしていただければと思います。発言の順番はまた一つずれまして、今度は松沢様、次いで中村様、最後赤橋様という順番で進めてまいります。それでは3分間で主張の方をお願いいたします。大勢の方にご参加賜りましてありがとうございます。私が最初に申し上げたと思うんですが、やはりこのふるさと越谷市を活力ある活気ある町にするというふうな私は考えをいたしております。当然その前提として、命を守るこの事業についてはそれはそれでやっていかなければいけないということであります。やはりこの地域の活性化のためには、この地域の企業、産業をやっている、農業も含めまして、商業も含めまして、そういうものをこう活性化していくということが大事かと思います。そうしますと、今のこの国、県、市のことを考えた場合には、なかなか市単独事業としてやっていけるというのは、金額的にそんなに大きな金額はできない。そうしますと、国の支援、県の支援、こういったものをどういうふうにこの私どもの越谷に取り入れてくるかということが大事かと思っております。そうなりますと、市の職員の方々にもそれぞれこれ勉強していただきたいとは思っておりますが、やはり先ほど申し上げたように、トップセールスというトップが自らが動いてそういうことをやっていくという姿勢が私はある意味で必要なんではないかなと思います。それと水害、この前の竜巻のような自然災害、また首都直下型が予測されておりますので、そうした自然災害から市民の命と財産、これをいかに守っていくかというのはもう緊急の課題であると思っております。それは市民の協力もいられなければいけませんが、行政としてその辺をどのように考え、どのように推し進めていくか、これがトップの決断だと私は思っております。そうしたことをやることによって、安心安全なふるさと越谷、活力のある越谷を作るということでございます。ありがとうございました。それでは続きまして、中村さんの最後の主張の方を3分間でお願いいたします。はい、今回私が市長にというか、いろんな議論を皆さんと、する機会をいただいたことにまずもって御礼と感謝を申し上げます。今越谷市が人口33万の都市になって、まだまだ発展途上というか発展の可能性を秘めた町だと思っております。そんな中で私たちの次の世代がこの越谷を支えてもらえるにはどうするか、やっぱり魅力もあるけれども自慢のできる町にしておかなければいけないだろうと考えます。今皆さんたちの給料から転引されたいろいろな税金、この税金が納めているのは
やっぱり未来に対する皆さんの夢や希望、期待を持った投資だろうと思います。だとしたら、まあ、仮に株の話ではありませんが、配当として出てくるのは何でしょう。それはやっぱり安全安心の街、住み続けたい街、それが越谷であってほしいと皆さんが思っているからこそ、税金をお支払いをいただいて、お納めをいただいているんだろうと思います。その一方で、次の世代の皆さんたちがこの越谷で、例えば出会って、結婚して子供を育てたい、その時に、やっぱり子供や女性や高齢者や障害者にも、やはり優しい街にあってほしい、その思いを作って街づくりに取り組みたいと思っております。少子高齢化の中でいけば、これからどんどん長寿命化、施設なんかだと長寿命化の取り組みするんですが、やっぱり老化っていうのは目の前に出てきます。だからこそ健康長寿ということで健康市民を作って応援をしていきたいし、また市内の市民活動に参加をしていただく多くの方がいらっしゃいますが、 NPO 法人をはじめ市民公益活動団体で活動する皆さんをしっかりと応援しながら、行政の目の届かないところ、行政ではかゆいところに手が届かないときに応援をしてもらえる、そういった公益活動団体と一緒のまちづくりをしていきたい。基本として市民目線の政治、市民の側に立った政治がこれからの越谷にとって、私は元気な街、明るい街へつながる一つの方法、いや一番いい方法だと考えております。そして越谷をもっと元気な街、もっともっと元気な街にという思いで、これからの街づくりにいろいろなことを提言をしていきたいと思っております。そして何よりも、自分たちの町は地域にお住まいだからこそ言える皆さんの声がしっかりと真正面から受け止める、そういった政治にしていく、市民の手による政治、これを皆さんと共同の町づくりとして取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。はい、それでは最後に高橋さんの方からこの主張の方を3分間でお話しいただければと思います。はい、皆さん、今日皆さんのお手元に届けた私はビジョンというところをしっかりとお読みいただきまして、ご理解いただきたいと思いますので、私はあえて読み上げます。目指すべき越谷市のビジョンは、基本的には我が越谷、私が市長就任後、市民の皆様のさまざまなご意見をいただき策定した第4次越谷市総合振興計画の実現です。そのため私は今回の選挙の際に示しました3つのスローガンの最初に、総合振興計画における越谷市の将来像、人と地域が支える安全安心快適都市の創造を掲げ、2つ目に県南東部の要、中核市越谷の実現、3つ目に市民サービスを拡充し、地方分権、市民自治の推進を掲げました。そして安心度埼玉ナンバーワンの越谷、市民が誇れる越谷の2つを引き続き町づくりの基本理念としつつ、今回は8つの重点目標として、子育て福祉の充実、医療保健介護の充実と連携、産業支援と雇用の充実、環境政策自然保護の充実、防災都市基盤整備の充実、学校教育障害学習の充実、市民参加の促進、行財政改革の推進を位置づけました。今後はこの8つの重点目標として位置づけた分野における各施策の推進に努め、引き続き市民の皆様が住んでよかった、これからも住み続けたいと思える夢と希望のあふれるこの越谷の街づくりに全力で取り組んでいきたい、こういうことを掲げて、今回市民の皆様に将来に本当に夢と希望の持てる、元気の出るこの越谷の街にしていきたい、こう思って取り組んでおります。私は決して市民の目線に立ってないというご指摘もありますけれども、私はもう市民の皆さんと話を交えてやっておりますし、この4年間
精一杯やってまいりまして、私は今の行政を後退させてはならない、さらに前向きに前進を図っていかなければいけない、こんな思いでいっぱいでございます。ぜひこの私どもこれまで板前市政と私どもが作ってきたこの越谷のまちづくりをさらにさらに進めていきたい、こんな思いでございますのでご理解いただきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。おかげさまをもちまして、当初予定をしていた途中ですね、進行いただない点もございましたが、おかげさまで全てのテーマを議論いただくことができました。今の高橋様の発言を持って討論の方を終了させていただきまして、進行を会場の司会の方にお戻ししたいと思います。